アイニャンこと鈴木愛理です。今日は2018年最後の動画になります。いやー1年本当に早かったですね。今年1年で82本の動画をアップさせていただきましたが、今日は最後ということでこんな企画を用意してみました。それは2018年愛理中年アワード。この企画は今年アップした動画に様々な賞を与えていく表彰式となっております。皆さんも過去の動画を思い出しながら見ていただけると嬉しいです。そしてアワードの他にも今年ディズニーランド、ディズニーシーで総額いくら使ったのかなども合わせて紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。それでは早速授賞式に移らせていただきたいと思います。まずはこちらの賞から。というわけで最初は再生回数ナンバーワン賞です。この賞は今年一番再生回数を獲得した動画に贈る賞です。それでは発表します。ドラムロール。衝撃の結末、ディズニーシーアトラクション全制覇、混雑未編。イエーイ。この動画は3月14日にアップさせていただいたんですが、なんと約95万回の再生数を記録しました。いやーすごいですね。こちらの動画は撮影する前日にこうちゃんが一生懸命計画を練った動画なので、本当に思い入れのある動画です。なので本当におめでとうございます。これ以外にもアトラクション全制覇は3つやってきたんですが、どれも再生回数がとてもありました。とても人気のある企画なので、また来年も違ったバージョンでどんどんお届けしていきたいと思います。というわけで再生回数ナンバーワン賞でした。続いての賞はこちらです。というわけで次は最多コメント数賞です。こちらの賞は今年一番コメントをいただいた動画に贈る賞なのですが、今回はプレゼント企画の動画を省いて選ばせていただきました。果たしてどの動画になるのでしょうか。皆さん想像はつきますか。それでは行ってみましょう。ドラムロール。ご報告、ニャンチューブは今日で放送終了します。なんとこちらの動画は3243件ものコメントをいただきました。この動画はニャンチューブからアイニャンチューブに名前を改名するというご報告の動画だったんですが、大げさな表現をしてしまったため皆さんには誤解を招いてしまい本当に申し訳ございませんでした。そのような動画だったので、皆さんからコメントで動画を続けてくれてありがとう、嬉しいよっていうコメントをたくさんいただきました。それを一つずつ見て本当に YouTube 続けてよかったと心から思いました。本当にありがとうございました。私はコメントを読んだらいいねをさせていただいてるんですけど、本当に皆さんのコメントが嬉しいし元気をもらっているので、動画を見たらぜひコメントをいただけると嬉しいです。以上、最多コメント数賞でした。それでは次の賞はこちらです。というわけで次は高評価賞です。こちらの賞は今年アップした動画で一番の高評価、つまりグッドを獲得した動画に贈る賞です。どの動画が獲得するのでしょうか。それではドラムロール。130個から厳選、ディズニーの本当に美味しいお土産お菓子を大発表。こちらに輝きました。なんとこの動画11,331のグッドを獲得しました。すごいね。いやーもうこれは本当に嬉しい。もう嬉しすぎてやばいです。なんでかっていうと、もうこの動画が今年一番撮影するのが大変だったからです。そ
それがみんなに伝わってこの高評価をいただけたことが本当に嬉しいです。何が大変だったかっていうと、撮影時間に12時間もかかったということ。そして昔一つずつの感想を違ったコメントにしなければいけなかったこと、もうこれが本当に大変でした。この別々のコメントを考えなければいけなかったことによって食レポがうまくなっていったような気がします。というわけで以上、高評価賞でした。次はこちらの賞です。というわけで次は楽しかったで賞です。こちらの賞は今年撮った動画の中で私が一番楽しめた動画に贈る賞です。どれも本当に楽しく撮影させていただいてるんですが、その中での一番を選びたいと思います。それではドラムロール。高校生の平均使用金額でディズニーを遊んでみた。これはね、もう本当に楽しかったです。何がって、この年でまた高校生になれたことですよ。私が高校生の時はもうほとんど行けなかったので、高校生になりきってパークを遊ぶことができてすごく楽しかったです。この動画は皆さんのアンケート結果をもとに動画を作らせていただいたんですけど、皆さんと一緒に動画を作ってるような気がしてすごく楽しかったです。ちょっとアンケート企画が最近できていなかったので、来年はまたアンケート企画を復活させてたくさん動画をアップしたいと思います。ご協力お願いいたします。一緒に楽しい動画を作りましょう。あと、こちゃこが登場したのも面白かったですよね。また何かの企画でこちゃこが登場することを願います。というわけで以上、楽しかったで賞でした。次の賞はこちら。というわけで次は思い出に残っているで賞です。こちらの賞は私が何度も見返してしまうほど思い出に残っている特別な動画に贈る賞です。果たしてそれはどの動画なのでしょうか。それではドラムロール。完全再現、初ディズニーランドデートをしたあの日にタイムスリップ。これはもう本当に私のお気に入り。多分3日に1回ぐらいは見てるかな。暇さえあれば見てます。そもそも初めてのディズニーランドデート自体が思い出深いので、それを再現できたのはもう何ですかね、感慨深いですよね。あの時のドキドキやキュンキュンを思い出せるので何度も見ちゃうんですよね。ただ今見ると結構お互い恥ずかしいことをしてるんだよね。そういう笑えるところもあるのもいいですよね。まだ見ていない方はぜひこの動画チェックしてみてください。というわけで思い出に残っているで賞でした。次の賞はこちら。というわけで次は反響があったで賞です。この賞はパークで会った視聴者さんたちに、あの動画見てよって言われた回数が多かった動画に贈る賞です。果たしてどの動画に輝くのでしょうか。ドラムロール。隠れ丸満点の場所を教えます。バズライトイヤーのアストロブラスターで高得点を取る方法。意外にもこの動画が選ばれました。本当にたくさんの方に見たよと言っていただいて、さらに高得点取れたよって言っていただくこともできました。やっぱり何も分かってないとバンバンバンって適当にやっちゃうもんね。私もこうちゃんに教わって得点が上がるようになってからは、本当にあのアトラクションもすごい好きになったので、まだ見てないよという方はぜひ見てから行ってみてください。きっと今まで以上に楽しめること間違いなし。以上、反響があったで賞でした。というわけで次の賞はこちらです。次はアイニャンチューブ流行語大賞です。この賞は今年一番皆さんの心に残ったであろう言葉に贈る賞です。
今年82本の動画をアップしましたが、どんな言葉に送られるのでしょうか。ではドラムンドン、ピスタチオダンス、イエーイ。去年からピスタチオダンスはやらせていただいてたんですが、今年に入ってからピスタチオダンスをやるたびに皆さんからすごい熱を感じたので、この言葉を選ばせていただきました。やっぱりね、今年はディズニーでもピスタチオのメニューが多かった。これにより、もうほんとたくさん踊ったよね。そのおかげでですね、皆さんからピスタチオの情報がたくさん来るようになったんですよね。なのでディズニー以外でもいろんなところでピスタチオダンスをさせていただきました。本当にありがたい。なのでこれを祝して今年最後のピスタチオダンスをお見せしちゃおうかな。それではいきます。ピスタチオ、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 イエーイ。以上、アイナイチューブ流行語大賞でした。では次は最後の賞になります。それがこちら、というわけで最後は MVV 賞です。これはモストバイアブルビデオの略で、私が選ぶ今年一番の動画に贈る賞です。果たして今年一番の栄えある賞に選ばれるのはどの動画なのでしょうか。では行ってみましょう。ドラムンドーン、130個から厳選、ディズニーの本当に美味しいお土産お菓子大発表。こちらに輝きました。いや、もうこれはね、先ほども出たんですけど、これ以外になかったです。もうパッて浮かんだのがこの動画でした。もうこれは2位と結構大差があるかもしれません。楽しかったし、夢企画だったし、いっぱい食べれて幸せだったし、高評価を1番もらえたし、お金もたくさん使ったし、皆さんに喜んでもらえたし、撮影が大変だったし、編集にもこだわったし、成長するきっかけにもだったし、何よりまたやりたいと思える企画だった。あの動画をアップしてから1年ぐらい経っているので、もう結構お土産お菓子が変わってると思うんですよ。なのでまた来年中にはこの企画やりたいと思います。やっぱりみんな最新のお土産お菓子の情報を知りたいと思うし、何より私が食べたいからね。ぜひ皆さんこちら楽しみにしていてください。というわけで MVV はこちらの動画でした。以上をもちまして、アイニャンチューブアワードは終了とさせていただきます。アワードは以上で終わりになるんですが、ここからは今年最後ということで、皆さんの気になる情報を調べてきました。正確に数えてなかったんですけど、最低98回パークに行っていました。ただメモってなかっただけで、もう少し行ってたと思うんですよね。まあ最低98回はパークに行っていました。これを調べるために今こちらをかき集めてきたんですよ。これが今年使ったディズニーでの全部のレシートです。今回の金額はディズニーランド、ディズニーシー、ボンボヤージの金額を計算しています。なのでディズニーホテルの宿泊代、ディズニーホテルのレストラン、海外ディズニーにも行ったんですけど、そのお金は含まれていません。では発表します。なんと137万790円。私も調べてびっくりしました。まあでもこんなに使っちゃったけど全然後悔してません。むしろハッピーです。多分ディズニーのためならこういう気持ちの方多いんじゃないですか。来年も惜しまずディズニーに使いたいと思います。以上、みんなの気になる情報のコーナーでした。では最後に簡単にまとめを言って終わります。アイニャンチューブ、今年1年アイニャンチューブをご視聴いただき本当にありがとうございました。本当に濃い1年で、楽しいこと、嬉しいこと、時
には悲しいことや悔しいこともありましたが、こんなにも充実した1年は初めてです。私が今年一番嬉しかったことといえば、メゾンドフルールさんをプロデュースさせていただき、ディズニーコレクションを出せたことです。もうこれは一生忘れない。また出せたらいいな。そして今年の反省点は、週2配信をやめるといった8月から更新頻度が減ってしまったことです。なので来年はもっともっと更新を増やしたいし、ディズニー以外のこともアップしたいので、このアイアンチューブ以外にもチャンネルを作れたらいいなと密かに思っております。そして来年の抱負は、 YouTube だけにとどまらず、もっともっとたくさんのことに挑戦して、いっぱいいろんな仕事をしたいです。だから寝る暇を惜しんで積極的に動かないとな。まだまだアイニャンはやりますよ。あとアイニャンチューブを見てくださってる皆さんともたくさんイベントをしたいな。まだ計画はしていないんですけど、もしやるってなったらぜひ皆さん来てください。まあこんな感じかな。もっと話したいことあるけどね。来年は今年を超える最高の年にするため、初心を忘れず頑張ります。では皆さん、来年もアイニャンチューブ、そしてアイニャンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、いや来年お会いしましょう。バイバーイ。一ついいですか。今年の初めにやったあの企画をまた出すので、新年明けたら見に来てくださいね。じゃあ本当にバイバーイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるので、ぜひチェックお願いします。今日も一日ハッ